はい、ということで本日はこちら。監禁中、遊んでいきます。お、なんとか目覚めたようだな。会議室？あれだ、さらっとリア充アピールしてんじゃねえよ。この状況で絶対必要ない確認。隊員早々監禁って。探索モード？どうやらこのアプリ、探索モードとトークモードがあり、両方を駆使して謎を解いていくようです。ってことで、まずはこの部屋の探索。まあドアは開かないよな。あれ、この音は携帯？やはり、スマホみたいだな。自分のか。おお、じゃあすぐに助け呼べるじゃないか。確かに、犯人は何の目的で。いや、後ろから盗物ドンは絶対事件だと思うが。お、ちゃんと繋がった。がしかし。どうやら、こちらの声は届いていない模様。そういえば、外は雨だったな。マイクがダメならということで、LINE じゃなくてライムで連絡。こっちがトークモードで、ライムを通じていろんな情報をゲットできるみたい。ってことで今電話していた、同じ大学に通う親友、月野にメッセージを。お、さっきの電話を心配して、すでにメッセージくれてるみたいね。返信してこの状況を相談。おお、なんか頼りになりそうな感じ。その手もありましたね。さあ、今度は彼女の空とやりとりを。同じ大学に通う彼女、美人すぎて問題が？今日は映画行く約束してたみたい。今監禁されております。美人の悩み。ストーカーか、納得です。もしかして、今回の事件と何か関係が？まさか、嫉妬による犯行とか。やはり、この監禁も嫌がらせなんじゃ。そうそう、早く今の状況を伝えなさい。まあいきなりこんなこと言われても困るわな。お、何か思いついたのかな？ってことで、一旦ライムは返信待ち。また探索モードで、ちょっと周りを探ってみましょう。はい、さっきから気になっていたカラフルな物体。釣りの道具？ってことで、写真を撮ってツイッターにアップ。ツイッターじゃないよ。誰かフォロワーで知ってる人がいるかも。
あと、ライムでもこの物体を報告。やっぱ、一目で何かはわからないよな。なるほど、じゃあ女子、彼女の空にも聞いてみよう。ありがとう、月の。サークル？なるほど、ハイダは演劇サークル、念のため覚えておこう。謎解きのヒントになる可能性もあるからな。さあ、空はあの物体わかるか？お、知ってる？どうやら見覚えがあるが、思い出せないみたい。ってことで思い出すまで一旦返信を待とう。どうした？あ、それならさっきすでにアップしてたみたいだけど。なるほどって、だからさっき使ってたよね？いや、さっきのは何気なくアップしただけかーい。はいだ、もしかして結構おバカ？おし、また部屋の探索ですね。ホワイトボード、特に何も書いてないか。お、それを読めれば重要な手がかりになるかもしれないが。Twitter に一応アップ、誰か解読してくれ。お、すると早速ライムにメッセージが。頼りになる月の。裏面か、もしかしたら何か文字が。だな、少しずつだが情報も集まりつつあるし。おし、じゃあホワイトボードの裏を。おお、ビンゴ、何やらいろいろ書いてあります。新卒？就職活動か？やはり、どこかの企業の採用面接のようだな。ってことは、ここはどこかの企業の会議室？これもTwitterに、同じ就活生なら何かわかるかもしれん。これは、ただの電気のスイッチか。お、こっちには何やらいろいろあるぞ。金庫？書類だなか。残念、ロックされています。シュレッダー、あの書類とかを細かく刻むマシーンね。これもTwitterに。お、ライムの方にも新しいメッセージが届いてるみたい。ひなた、一人増えたが、まずは月の。だよね、シュレッダーの中には何か重要な情報が。でも確認の前に、新たに加わったひなたとやりとりを。どうやら、ハイダの後輩みたいだな。誘拐されたことになってるみたい。お、なんか熱心に助けようとしてくれてる。
確かに、犯人が知人ということは珍しくない。もしかして、日向は賢い子？いやいや、まさかの彼女を疑うって。もしかして、日向はハイダに気がある？動機だと？空がお金に困ってこの犯行を？これは、賢いんじゃなくて嫌な女だと判明。ここは、これ以上相手しない方が良さそう。一応、あのカラフルなやつ知ってるかだけ確認しておくことに。やはりダメだったか。おし、じゃあそろそろ彼女とのやりとりは終了してと。物語も順調に進行。おし、じゃあ月野のアドバイス通り、シュレッダーの中を調べよう。お、これぐらいならなんとか修復できるか？あれ、ハイダは諦めモード。ツイッターにはアップしたみたい。これは？特に何もなしか。ここにも変わった場所は見当たらず。お、ライムが来た来た。お、空から。特定の文字を手がかりに復元できるかもというアドバイス。おし、じゃあメッセージ確認終わったら試してみよう。お、また新しい人が。そして日向からは謎のメッセージ。あ、さっきツイッターにアップしたホワイトボードの写真。なるほど、数字を手がかりにバラバラの紙を復元できるかも。日向、ナイスアドバイスです。さあ、最後は新しいやつ。竹内、ハイダと同じ大学3年か。おお、結構冷静なタイプのようね。あとは、一応あのカラフルな物体のことを聞いて。お菓子？え、これはお菓子なのか？なんでお菓子だと思ったんだろうか。さあ、それはそうとシュレッダーの中身の復元を。この中から、数字らしきものを見つけてと。ラスト1個、発見。お、繋がった。この数字、もしかして。そういえば、紙がかかった書類棚があったわね。暗証番号、9202、開くか？お、ビンゴ。新卒採用面接についての書類ゲット。グリモリ製薬、それが今いる場所か？レインボーアームって、ここに落ちていた。あの物体は、グリモリ製薬の商品。しかも、まさに今日がこの面接の当日。
見た感じから会議室なのは間違いなさそうだから。おお、まさかの隣の部屋で面接がまさに今行われている？これなら、助けが呼べるかも。お、またライム。あ、こっちもなんとなく予想できたけど、答え合わせ。グミ、竹内、お菓子で合ってた。そしてやはり、グリモリ製薬の商品。さあ、危険な場所じゃないとわかったら、次にやることは。ってことで次回、大声で助けを求めます。それでは、本日はこの辺で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。